ブランドの品物自分に買うわ。あのさ、きっとね、収入が違うんだよ。442号さんって、ね、収入少ないから1万5000円あったらさ、ブランドの化粧品とか買うかもしれないけど、こういうギフトを投げて、アイテム投げてくれる人って収入が高いんだよね。うん。俺だって別に普通に投げれるよ。うん。当たってるでしょ。で、その価値観を押し付けないでな。アイテム投げてくれた人に。うん。自分の価値観、自分の金銭感覚を。やばない、本番。うん。で、アイテムって投げ出したら止まんなくなるんだよ。もう投げるの当たり前になっちゃうの。うん。で、投げてる人にね、やっぱ期待もしちゃうしね。だからやっぱりあんまり期待しないようにね、枠にいる人とやるっていうのを心がけて配信しないとリスナーさんもしんどくなるからな、期待されるとっていうのはちょっと心がけてます。うん、それはね。キャリーワンライブ、キャリーって入ってなかったっけ。うん、なんかもうめんどくさい人はもう抜けていいよ、もう。うん。ダリーから。うん。炎上系なの。うん。前、キャリーに豚って言ったらお前も豚だろうって言われた。うん。確かにと思って。何も言い返せれなかった。どこ向かってるの？アーティスト活動。リスナーに歌プレゼントする。で、前、ね、一回企画手伝ってもらったから、筋通して、もう、あとは企画は自分に一人でやる。そっちの方がいいと思うしね。うん。一つのけじめをつけに行く。左方向です。続いて目的地は左側です。うん、何時に、まあ10時ぐらいかな、出番。うん。加工あるのかな。加工ないときついな、やだな。目的地は左側です。お疲れ様でした。うん、てか、ゼロワンに天然とのバトルいっぱい投げたら約束守るんだから。何の約束だっけ？ん？なんか、ここ？スタジオ。あ、ギャザリング詐欺守ってないの？高志。舐めてんの、あいつ。約束を守れない。うん。だからトップ取れないんだよ。どっか止めて、なんかスタジオ着いた、みんな。あの、自分あれスケッチブック買いに行ってきます。ん、スケッチブック、喋らないで、アンチなの。またバンになるじゃん。やめて、あれちゃう。とりあえずどっか止めて、ちょっと7時まで配信する。うん、顔出そう。珍しい車。大丈夫かな。この前さ、
バトル強かったんだよ、ふわっちで。またちょこちょこやる、ふわっち。合間にね。ふわっち好きになっちゃった。ありがとう、なめちゃん。みんなたまに向こうの花火投げてな。花火だったら投げやすいかな。花火値段ね倍しちゃうけどね、ちょっと 2個分だけど、それだけ助けて、もうふわっち見ないとやっていけないもん。いや無限がとかそういう問題じゃなくて、やっぱりいかに挑戦し続けるかって自分自身との戦いだから、そしたらそういうのが実るじゃないですかね。努力をしてたら誰かと比較してっていうのはあんまり良くないからね、いかに最善を尽くすか、自分のねネガティブと戦って、俺はあんま寝てないんだけど、それでもいいんだよ。かえちゃん踏切挟まるよ。で韓国行ってくるわ。配信と別のこと。いや配信のことだよ、しんどいの。右方向です。宝くじ当たるの待っとくわ。でも そこじゃなくて、あの2000円のギフトでいいんだよ。2000円のアイテムをたまに投げに来てくれるだけでいいの。それが大事だから、そんな欲書いてないから、それ無理だから。2000円の、でこっちで待ってるのもいいけど、たまに遊びに来てほしい、たまに頑張って喋ってるから一日中、それだけでいいかな。ふわやるよ、ちょこちょこ、こういう時にね。コメントもまあまああるはあるけど少ないから、コメントしてほしい、コメント。いや夜配信できない、大丈夫そう。整形韓国でしない、日本でする。だってネタないしさ、もうしょうがないよね、ネタ作んないと。整形でもしてネタないから、自分ネタにしないと、そしたら整形リスナーさんリスナーになってくれるかもじゃん。新しいリスナーさん増やさないと。そうでしょう。大丈夫そうかえちゃん、何をしてるの。そういう時はバックで入ってこなあかんよ、
向こうでも花火ありがとうね、下ろしとくね、こっち。見てるの、バトル怖いの、怖くないよ。1000コインのやつとか俺が行ってた時に行ってくれたらいいの。オフ会も来る、オフ会も。かやくさん2回、3回だよ3回目だよ。ありがとう、みっちゃん。じゃあちょっと軽くボイトレするか。うん、声出るかな。歌詞も忘れちゃった。歌詞も。Here、やつらに意味はねえ。バカバカしやっぱくだらねえから、誰のための歌なのてめえ、やっぱここで切りつけようぜ。歌えるわ。歌える。ヘド出るぜ。ハスキーボイスいける。じゃあいろいろ歌う。まあこれも挑戦だからね、うん、だから配信頑張ってね、みんなに応援してもらって、そのお金でアーティストも挑戦できるってさ、すごくない？みんな。これも一つの夢じゃない？うん、そういうことをやりたいの俺。ただ配信で、そのランキングとか、そうじゃなくて、いろんな挑戦を見せたいの。みんなにね。うん。で、諦めようじゃなくて、でバカにされてもねいいんだけど、そういう姿を見せていきたいの。いや歌手とかいうか配信者として歌うって、うん、歌手としてじゃなくてね。まあ海外も行ってるしね。あとはなんかある役者、役者もいいかもな。役者、うん、スポーツ、フットサルチームとかね。やっぱき、あ、ダイエットもやってるよ。ダイエットも深夜町の企画っていうけど俺の企画なんだけどな、もともと。まあいっか乗っ取られとるんだわ人の企画乗っ取られてるね。